とフォグランプがついてて、でこれが F スポーツのホイールですね。はい、であこれ車検っていつまでですか？11月までです。今年の？はい。パノラマルーフがついてて、でこれは剥がしていただけると。これを剥がすのは問題ないかと思います。問題ないですね。はい。ロースだけでしたっけ？はい、内装色もちょっとチェックさせてください。ちょっと茶色？モーブルブラウン。モーブルブラウン。これリクライニングできるんですか？それ押していただければ。あ、フルにはならないんですね。後ろにはフルにはいかないです。前にはいきますけど。前には行く。ごめん、すいません。要は長いものとか大きいものを積むときに、はい、まあ、こんな感じにしていただいて、はい、なるほど。後ろに倒れるようにはできないと。いや、後ろにも倒れるんですけど、フルにはいかないですね。ちょっとだけ、はい。ただまあ SUV って基本的にこの2列目がリクライニングできること自体がなかなかないので、はい、ああ、なんかエスティマが 2列目が真後ろまで倒れちゃうんですよ。それが結構、まあ、ここまではいきますね。ですか。でオットマンとかはついてないと。オットマンついてないです。ですね。わかりました。でこれは色がパールホワイトで、はい、でこれがついてます。これは、まあ、よくわかんないけど、特にメッキのあれはないと。ないですね。これもないと。全然傷ないですね。傷はそうですね。基本的に多分小傷とかを、はい、あったとしても小傷とかを修復してる感じだと思うんで、残ってるようなのは、はい、あまり見受けられないかな。そうですか。めちゃくちゃ綺麗ですね。